はい、どうもありがとうございます。というわけで、今回はですね、現在新潟で開催されております、こちらの AKB48、衣装ミュージアム行ってまいりました。いや、結構ね、予想以上にすごい揃ってましたね。なんか感動しましたね。 AKB の衣装こんな間近で見ることがないので。それとね、まあ基本的には壁に沿ってこう置かれてる感じなんですが、中にはね、こう一周回って見れるみたいなのがあって、普段見れないこう背中の感じの衣装がどうなってるのかとかね。あと一番面白かったのはやっぱり松村ラブのカオタンの衣装の、あの新聞の、衣装ですね。あれは間近で見たら、おお、すごい、本当に新聞だって感動してしまいましたね。はい、写真撮影 OK だったので結構、バシバシ撮ってきましたが、はい、というわけでそんな感じでございます。あとは一緒にこちら、ミュージアムで、販売されている生写真も一緒に買ってきましたので、そちらをね、開けていこうかななんて思っております。まあせっかくなので、じゃあすぐ開けていきましょうか。よいしょ。さあ、私もまだ誰が入っているかは分かっておりません。はい、今回は2組分ということで合計10枚買ってきましたので、でそちらね、まずこう2組あります。まだ私も見ておりません。じゃあ1袋目をね、開けていこうかなと思います。さあ、まず1枚目でございます。では1枚目はこちら。お、こちら誰でしょうか。お、りょうはたん、北川りょうはちゃんですね。はい、今回のは、こちら公開入っておりますが、 AKB48 ミュージアムの生写真ということで、りょうはちゃんですね。はい、一応そうですね、 AKB のこう見えますかね、新潟会場ってちゃんと入ってるんですよ。はい、新潟会場って入ってますね。北川りょうはさん、はい、こんな感じでございます。さあ、そして2枚目いきましょう。2枚目はこちらだ。お、ほう、こちらは、お、マリアギさんですよ。どうも、マリアさん、いいですね、このピンクの背景と合ってますね。うん、マリアギさんです。さあ、そして3枚目いきましょう。ドゥン、お、こちらは竜巻ちゃんですかね。竜巻ちゃんでございます。さあ、そして4枚目いきましょう。ドゥン、お、来ましたね、もぎちゃん。いや、もぎちゃんいいですね。もぎちゃんでございます。さあ、そしてワンセット目のラスト、こちらです。お、来ました、チームエイトから山田七海さん。そうですね、山田七海さんも兼任ですね。チーム A の兼任でございました。はい、というわけでワンセット目はこんな感じでございます。最後にもう一回見せようかな。こんな感じでございます。みんな見えてますか？はい、こんな感じですね。はい、さあ、そして2セット目いきましょう。さあ、2セット目もまだ見ておりません。さあ、同じのがダブらなきゃいいですが、結構ね、会場の外でももうすぐさまカード交換してる、カード交換、生写真交換してる人いましたがね。それでは行きましょう。まず1枚目で、お、こちらは見えますか、北沢咲ちゃん。はい、北沢咲ちゃんでございます。チーム4ですね。はい、そして2枚目行きます。でん、お、こちら、いえー、
梅田彩乃ちゃんですね。梅田来ました。はい、梅田でございます。さあ、そしてデン、お出ましたね、小笠原麻衣さん、マーチュンでございます。マーチュン意外とこう結構可愛く映ってますね、マーチュン。はい、マーチュンでございます。さあ、そして3枚目、デン、お来ました、武藤トムさん、イエーイ、いいですね、武藤トムさんです。さあ、そしてラスト、最後はこちらだ、見えますか、お来ました、木崎ゆりやさん、ゆりやピースですね。はい、というわけでこんな感じでございますね。結構このピンクが入って可愛いですね。まあ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 、自分の好きなメンバーはちらっと入っておりましたので、まあ買ってそうはなかったかなという感じでございます。はい、というわけで、今回は開封して、見ましたという感じの動画ですね。はい、というわけでどうもマッチでございました。